どうもチャンネル変わらんど川本無名です。今日はですねこちら株式会社 HMA さんから発売されている足の速い食べ物マスコットキーチェーンをやってまいりました。それでは行きましょう、チャンネル変わらんど。さあというわけで今日はですねあの株式会社 HMA さんから発売されている足の速い食べ物マスコットキーチェーンをやってまいりました。いやー足の速い食べ物何ですか。僕のイメージでは腐りやすいとかね早く食べろみたいな、そういう食べ物のことだと思うんですけど、まあ多分それなんですけども、足の速い食べ物、ただ足の速い食べ物をマスコットキーチェーンにするとは僕は思えないのでね、もう楽しみなラインナップが、待ってますんで、ね、足の速い食べ物マスコットキーチェーン、みんなでラインナップ見てみましょう。それでは行きましょう、ラインナップ。さあそれではラインナップ行きましょう。まずはこちら、青魚。いやまあほらやっぱおかしいと思ったわ。ほらはい、足速そうだな。青魚はね足速いですもんね、有名ですもんね。新鮮なのじゃないとねお腹に当たってしまうとかねよく言うから。いやでも、ね、そういうことじゃない、足速そうだな、そういうことです皆さん。やっぱりねただじゃ済まないんですよガチャガチャは、最近のガチャガチャっていうのは足速そうだな。これ青魚は欲しいな、足速いもん絶対こいつ。じゃあちょっとこれ欲しいです。はい、さあ続きましてこちら、卵出ました。卵は足速いっていうよね。なんか卵ってあれらしいですよ、海外では生で食べるのはあんまりないんですって。だから日本の文化なんですって。だから海外ではもう少し消費期限っていうんですか、賞味期限っていうんですかね、それは長いらしいんですよ。だから日本独特のこの文化らしいですよ。生で食べるから賞味期限、消費期限わかんないですけど、それが早いんですって日本の記載が、だからね足が速い食べ物一つなんですって。まあ確かにね腐りやすいもんね。さあ続きましてこちら、食パン。ああ食パンね、食パンはそうね、持たないもんね。気がついたらカビ生えてるもんね。気をつけないとね、あれ大丈夫そうで食べようと思って裏見たらすげえカビ生えてたりするじゃないですか。だから皆さん気をつけてください。無添加の美味しい食パンとかはね特に足早いって言われてますんでね、買ってすぐ食べてくださいって言われますからね、皆さん気をつけて。でね保存方法としてはあれらしいです、なんだっけ、冷凍しちゃうといいらしいよ。さあそして最後はこちら、桃。桃はね速攻だもんね。もうダメになってるみたいなのあるじゃん。桃大好きなんですよ僕。美味しいよね桃は。うまいよこれ。もう足早そうだな桃も。早いぞこれは多分。桃好きなんで欲しいです。さあ以上の全4種類を今回はですね3回だけガチャってまいりました。それでは行きましょう。まずは1本目、パカリー。さあこちらがミニブックとなっております。綺麗ですね印刷ね、いいですね。あ桃ね、食パン、卵でしょ、これが青魚。うわ欲しい、青魚いいな。やっぱり青魚やべえ、すげえ足速いなこいつ。このスタイルいい、足すげえクオリティ高いんですけど、ほら足の造形。青魚もまたいいよこれ。ほらついてるよボールチェーンが、こうやってちゃんとほらこうやって飾れるんですよ。これつけてたらいいよね、めちゃくちゃいいな。青魚ね足速いって言いますもんね。だってねサバとか特にほらすぐねダメになるから、生でなかなかねないですもんね。だから生のサバの刺身あるとわあいいなと思いますもんね。青魚好きです私。めちゃくちゃいいこれ、嬉しい。青魚は嬉しいな。さあ続きまして2本目、パカリー。
青魚、いや欲しかったけど、欲しかったけど2個だよこれ。もうおい、青魚これはまあいいけど、これすごいいいけど、いや足早いよ、ほらほらほら、いやいやいや足早いですからね。うわめちゃくちゃいい、いいけどもう2個になっちゃったよ。えっ、来まして3本目バカリー、青魚、いや全部青魚、嘘でしょ、全部もう青いカプセルだったからな。めちゃ足早えなこいつら、こいつら足早えよ、もう早え、うもうちょっと待ってくださいよ、全部青魚っすよこれ。もうなんか足早いのね、機嫌があれですよ、あの漁師さんらしいんですよ。なんか船の速さとかを足が速いって言ってたんですって、漁師の皆さんはね。それでね、だからその魚も腐りやすいことも足が速いって言ってたんじゃないでしょうかっていう、なんか書いてありましたよ。そうやって足の速い使うようになったのっていう、まだ他にもね諸説あるんですけども、せっかく魚なんでね、この漁師さんの説をですね今回喋りました。すごく略した喋りですけども、そんな感じなんです。はい、もう3つだもんだって、ほらもう、いやもういいよ面白いからさあ、というわけで今日はですね、もう青魚が3つですよこれ、本当にね。もう HMA さんの足の速い食べ物マスコットキーチェーン3つ青魚ということでね、これ見てくださいよ。いやもうね、まあね、でもこれなんか3つあってもいいんで、はい、そう僕に言い聞かせて、明日から足が速く歩いていこうと思います。いや全然うまくない、うまくないわ。というわけでね、この動画少しでも良かったな、役に立ったなと思っていただいた方はグッドボタン、終われるか終われるか、終われなかったよもう、これじゃあもう終われないんでね、あと2回やってまいりました、リベンジ2回。そりゃそうだよ、そりゃそうだよ。というわけでリベンジいきたいと思います。リベンジ1本目、リベンジ1本目、食パン。いやよくできてる、やばい、食パンの色のつき方造形見て、やばい、こことか断面、うーわー、足も色違うんだ、足の造形も若干違いますよ、ほら見てこの裏からの、うーわー、食パンのリアルにちょっと驚いてます。ほらめちゃくちゃ食パンの色のつき方、こことかすごいよ、よくできてるわ。でこれ食パンめちゃくちゃいいんですけど、ほら足速そうだなこいつも。いやこれほんと見てほしい、まあ見てるでしょうけど今ね、めちゃくちゃいいっすよこれ、足の速い食べ物ね、この食パンめちゃくちゃいい。そして最後リベンジ2本目、バカリー、リベンジ2本目はモモー。いや色気あるなー、モモ女子なんじゃん、足速いって、これヒール履いてますよこれ、色気あるなこれ、桃の造形も綺麗だし、ちょっと癒されるなこれ、速そう。でもふくらはぎの筋肉見てくださいこれ、いやこれは躍動的だな、ほらこんな感じ下から見たら、色気あるな桃は。はい、これね意外といいんじゃないですかこれ桃、女子だって言うんだから、この足がすげえな、お速そう、速いなこれ、めちゃくちゃいいな。さあというわけで、もう絵がほら、絵がもうなんかほら
もうなんかもうすごいよこれほらね、というわけで今日はですね株式会社 HMA さんから発売されてる足の速い食べ物マスコットキーチェーン、こちらやってきました。いやこれすごいよ、これ見て3つだからね、それはもう他でやるよね、やりますよね、ね、ということでね、あそうだこれほらリベンジだけどリーチ、リベンジだけどリーチでございます。リーチよかったリーチまで行って、うん、食パンがめちゃくちゃリアル、ということでね、やってきましたんで皆さんぜひともね、このねガチャガチャ探してやってみてください。この動画少しでも役に立ってよかったなと思っていただいた方はグッドボタンでチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上チャンネルカワランド川本無面でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。